さあこの時間からは牛ラジ沖縄から和牛へをお送りします。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾より収録放送でお届け中です。この番組は吉本興業に所属しています漫才師和牛さんのファンである私小春がぎゅっと和牛さんについて語る和牛さん応援番組です。ということでこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。またスマホの場合はアプリリッスンラジオでリアルタイムで聞けます。音楽も一緒にこちらでは聞けるのでそちらからもぜひお楽しみください。はい、ということで本日も始まりました牛ラジ。今日は3月の、まあ、日付変わって19日土曜日に、はい、なっていますけれども久しぶりに収録とる感じがします。告知できなかったんですけど先週ちょっとバタバタしてしまっていて急遽再放送という形でお送りさせてもらいましたので、はい、今週やっと収録もできて無事、はい、新しい収録放送が撮れている形になっております。はい、皆さんでもそれでも、メールも届いていましたのでいやありがたいです。嬉しいですね。また後ほど紹介していけたらと思います。はい、ということで今日はですね、まあ、久しぶりに収録撮っているわけなんですがなんと牛ラジが深夜界隈に進出してから初のゲストさんをお呼びしているわけなんですけれどもちょっと早速ですねゲストさんの声をお聞きしたいなと思います。じゃあゲストさんちょっと自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。あ、はい、羽衣国際大学から参りましたインターンシップ生の吉岡若菜です。よろしくお願いします。お願いします。え、いいんですか。いやむしろ嬉しいです。いや牛ラジが生放送していた頃は、はい、本当にちょくちょく時々ゲストさんもお呼びしたりしていたんですけど、はい、深夜界隈収録放送に進出してからの、まあ、ゲスト出演は初めて、ゲストさんお呼びするのは初めてっていう、はい、形でドキドキします。しかも今2人で密室でね密室の収録室でお話ししているのでちょっとより私もいつもよりも緊張感に緊張感があるんですが、まあ、若菜さんからいろいろお話を伺っていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ今日この収録している日が実はこの若菜さんインターンシップ最後の日、はいということで朝からとってもバタバタしている中もう急遽若菜さんぜひっていうことでありがたいです。本当にありがたいです。とんでもないです。ありがとうございます。ということで今ちょっと聞いてる方もなんかちょくちょくお分かりになっていただけてるかなと思うんですけどイントネーションがね私すごい羨ましいな可愛いなと思っていて。違いますか。違う、やっぱり違うよ、今のも違うよ、全然違うよ。大阪から、まあ、来られたはるばる大阪から今沖縄に、はいはい、FM 宜野湾にインターンとして来られているんですけれども、まあ、出身が大阪。はい、そうです。大阪のどちらなんですか。大阪の大阪市の下の方のところです。どんなところなんですかその地域、地元。大阪の方は、うんうんうん、住宅街みたいな感じです、うんうん、あ、じゃあ岡奈さんがお住まいのところは、はい、結構落ち着いた感じの、はい、あ、なるほど。一回だけ大阪に行ったことがあるんですけど、はい、やっぱりその時はすごく繁華街、はい、なんだっけ何太郎だっけ、あれグリコの、あえ、名前までわからないですなんだっけ、グリコもそうだったんだけどなんか大阪で有名ななんかメガネのさ、あ、何太郎だっけ、食い倒れ人形ですか。食
太郎でもなかったそう、くるみ人形とかがすごいいっぱいあっちこっちにあるような、はい、本当に繁華街に行って、はい、あ大阪に来たっていうそうそうそう、大阪を本当にイメージするような場所に行ったので、はい、なんかそうですね、やっぱ大阪もいろんな、やっぱちょっと行くと、うんうん、落ち着いたそういう住宅街も、うん、まあ、それはそうだと思うんだけどあるんだなとか、まあ、いろいろ、はい、思ったんですけど、でこの前この出身地の話から、はい、いろいろお笑いの話にもなって、はい、で牛なじにもぜひ呼びたいっていうことで、嬉しい、はい、今日ここ今に至るんですけど、なので今日はちょっと特別編になります。ありがとうございますインターンシップ生の若菜さん登場会ということで、はい、若菜さんといろいろお笑いのお話を、はいはい、していたんですが、さすが大阪生粋の、いやいや大阪の方だなっていうのを、全然生粋でもないですよそう、そんな風に思ったんですけど、やっぱりこの新喜劇、はいはい、見て育っていたとか、見てました、そういう話を聞いて、うん、わーいいなーと思ったんですけど、やっぱちっちゃい時からテレビにやっぱついてたんですか、お家の中で。あ、もう必然的にやっぱそうですね、お笑い系がなんか、うん、土曜日の13時になったら、うんうん、テレビにかじりついて見てました、うん、この新喜劇とか、はい、いいな、それがじゃあ結構小さい時から、いや、うん、なんか実は小学校の頃は親からテレビ見るの制限されてて、うん、そうだったんだ。いやもうなんか親がいない日は結構見てたんですけど、うん、こっそりあれちょっとあれだね、自分の中で結構楽しみの一つみたいな。もう中学からはもう制限されなくなって、はいはいはい、もういろんな お笑い番組見るようになりました、うんうん、見放題だになったんだねじゃあ中学校から、はい、なるほど。じゃあテレビでもこうかじりつくように見てたっていうね、はい、見てました。お話しされてたんですけど、やっぱ大阪といえば、はい、やっぱ劇場舞台、はい、そういうお笑いをね、はい、されている、まあ、舞台もたくさんあると思うんですけど、例えばやっぱ吉本の花月とかも実際に、はい、うん、行ったりしたことはあるんですか。吉本新喜劇がある、うん、ナンバーグランド花月は実は実際に見に行ったことはないんですけど、うんうん、グッズとか買いに行ったりしました。へあとなんかいくつかナンバーとか劇場があるんですけど、うん、いくつかは行きました。そうなんだ、直接足運んで、はい、やっぱりさ、テレビで見てもやっぱお笑いって、はい、もちろん面白いんだけど、うん、生で見るなんか違いって何があるんですか。もうなんか劇場に行く時からのワクワク感が、うん、たまらないです。なるほどなるほど。あと、うん、なんかより肌で感じれるなんか言い方笑いを、はい、そっか、声も直接聞けるもんね、うん、そっか、この芸人さん本当にこんな声なんだとか、そういうのもやっぱ直接感じることができるのがやっぱあるんだね、うんうん、そうです。うらやましい、こんな話聞くと本当に行きたくなりますね。あ、もうぜひ私この実際実は行ったことなくて、はい、そういう劇場で本当にお笑いを見たとかがなくて、はい、沖縄だったら、まあ、そろそろ沖縄国際映画祭っていう、はいはいはい、やっぱ大きなイベントが開催される、はい、まあ、時期に差し掛かってくるんですけど、うんうん、その時に初めてこう芸人さんたちのお笑いとかトークを見て楽しんでっていう感じがもう自分の中では当たり前だったので、沖縄国際映画祭なんか特別感ありますよね。あ、そう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 、普通の劇場ってと、うん、なんか雰囲気が全然違う、やっぱ違うんだと思います。そっか、
か。でも逆にやっぱそれをちゃんとこう劇場で舞台に立っている、うん、あのお笑いを見たいなってめちゃくちゃ思います。マイク一本でさ、うん、そう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 、あの漫才マイクっていうのかな、サンパチマイク、あそうサンパチマイク、そう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 、さすがそれをやっぱ見てみたいなっていうのはちょっと夢ですね。いやそんな、まあ、お笑い好きの若菜さんなんですけどとんでもない今ハマっている芸人さんとか好きな芸人さんっていらっしゃるんですか？いや、うん、いっぱいいるんですけど、うん、ちょっとうーん迷うぐらいうん、ニューヨークさんが好きなんですけど、この方たちは大阪の芸人さんじゃなくて、はい、東京の芸人さんなんですけど、はいはい、たまに大阪の劇場に来たりとか、うん、としてますね。それであのファニーのオンラインチケットっていうのが、うんうんうん、吉本のオンラインチケットがあって、うんうん、それから検索窓にニューヨークって検索して、うん、で片っ端から買ったりしてます。さすが、あすごい、本当に本当にもう生粋のねファンだね。いやなんかとんでもない、 そこまで言われると自信がないです。いやいやいや、もう十分だと思いますよ。だってさ、若菜さんの携帯後ろの方にニューヨークってね書かれたシールステッカーもね貼られてたりと、あすごい、やっぱお笑い好きさすがだってちょっと思いながらはい見たり、うん、そうかそうか。なんかニューヨークさんってでもパッと見私のまあ価値観というか主観なんですけど、はいはい、ちょっと大阪の雰囲気、大阪っぽい雰囲気、あの東京って感じがしない。ツッコミの屋敷さんが三重出身の方で、うん、ツッコミがちょっと関西弁っぽいところはあります。そのイメージが自分の中で定着してるからあかもしれないですね。ちょっと大阪っぽい雰囲気があるなって思ってたのかな、もしかしたら。なるほどね、そっか。他になんかどなたか、あの吉本じゃないんですけど、うん、渡辺エンターテインメントの A マッソさん、うんうん、女性2人組の、そうです、そうです。なるほどなるほど。最近、はい、ザオーっていうテレビで出てますね。そう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 、はい、女性芸人もやっぱり全然負けてない、言い方変ですけど、あ面白いなって改めて、そうなんですよ。もうなんか思想が現れてるのがすごく好きで、うんうんうん、特になんか 小説じゃないな、うん、エッセイとか書かれてたりするんですけど、うんうんうん、お二方とも、いやそれを見るのがめちゃくちゃ好きです。あそうなんだ、そっか。芸人さんたちってさ、やっぱり普段から、はい、なんだろう、漫才とかコントで台本書いたり、はい、実際に演じられてるから、うん、なんかもし起こすのすごい上手だよね。うん、なんかすごいですよね。うん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 、それめっちゃわかります。うん、私は、まあ、この番組和牛さん、はい、推しの番組なので、いろいろ和牛さんについても、まあ、調べたり見たり聞いたりしてるんですけど、このお二人もエッセイというか、そうやってますね、すごい文章を書くのがお上手、うんうんうん、で、あの去年だったかな、本も出されて、はい、はいはいはい、はいはい、それもすごい、もう私もかじりつくように、さすがですね。なんか和牛さん作家つけないって聞いたことあります。あそう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 、だからなんかすごくいいなと思って、ね、そこも本当に独自のスタイルをすごく確立されてるところが私リスペクトしてるところでもあるんですけど、和牛さんラジオもされていて、あ、はい、実は私のこの番組の後時間が1時30分から、はい、モーモーラジオやられてるんですけど、このラジオでもあんまこう作家さんとかつけずに、ほとんど自分たちで構成とか、多分メールとかも自分たちで選ばれてるのかな、そんな話をちらっと聞いたことがあったりしますね。そうなんですね。そう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 、てな感じでちょっと今和牛さんの話から和牛さんの話に
来てしまったんですが、ね、嬉しかったのが若菜さんご自身も、まあ、和牛さんの漫才はいくつか見たことがあるってお話をされてたのがすごい嬉しかったんですけど、はい、なんか特に好きなネタとかあるんですか？ウェンディングプランナーでしたっけ、うん、はいはいはい、何々してんかで点火するやつがめちゃくちゃ好きです。目立つけどころがさすが。いやでも他にもいっぱい面白いのあって、うんうんうん、一つに選べないですよね。これはすごいわかります、うんうん、これをね一昨日ぐらいに話が盛り上がってねちょっとしたインタビューから30分ぐらいかなお笑いの話になってそうウェディングプランナーの話でまた盛り上がってたんですけど、若菜さんが言ってくれたように言葉選び、うん、言葉の遊び方が私とっても好きで、うん、和牛さんそこがなんか際立っているような感じが好きですね、うん、あとなんかすごく研究されてるなっていうのは感じます。あこの漫才もすごい、そうだよね、うん、情熱大陸出てらっしゃいましたね、なんかもうその時にすごいなって思いました、うんうんうん、確かにちょっともう周りの人たちが、うん、あいつら喧嘩してんのか大丈夫かって思うぐらい自分たちの出番が終わった後からすぐ、うんうん、いやあっち違ってたでしょみたいな、うんうん、ちょっと白熱、うんするらしくて、いやすごいですよ ね、 ねもうザ漫才師みたいな。確かに確かに、うん、そこまでこうなんかブレずに、うん、こう自分たちのこう漫才にすごく集中しているというか、うん、あのちゃんと確立させているところがすごいなって、うん、いやすごいですね、はい、かっこいいなって思うんですけど、うん、私は和牛さんの漫才では彼女ネタ、はい、あ女の子が出てくるネタが結構やっぱり好きで、川西さんかまなみちゃんのそうそうそうすごいもう分かってくれてるのがとっても嬉しいですそうあれもさ、はい、すごいと思うんですよこの入りを、うん、役の入りようがすごいなって、なんか違和感なくスッて入ってきますよね。もうさっきからすごいしか言ってないんですけどいやいやいやなんかすごい伝わってくるし、こんなに共感してくれる方が身近にあんまりいないから、私もすごい今もう熱い、私も嬉しいです熱くなってきてます。嬉しいな。ちなみになんですけど勝手ながらおすすめしたい漫才があって、はい、お姉と合コンっていう漫才知ってますか？あでも見たことあるかもしれないです。なんかもうなんか2人がそれぞれ2役やってるやつですか？これをですね、じゃあ、まあ、あもう一回見てます。もう一回ちゃんとこう最初から最後まできっちり見ていただきたいです、うんうん、なんか昔うっすら見た記憶しかないので、うんうんうん、改めて見てほしいです、はい、もうこれも引き込まれます。あなんかちょっとした本当にショートドラマを見ている感覚に陥る、うんうん、うわすぐに見たいいやぜひ、はい、はい改めて見ていただきたいなって思います。若菜さんちなみに他にもなんか和牛さんのネタで見たことあるやつでもいいんですけど、はい、ありますか？ あんまりちゃんとは見たことないんですけど、うん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 、覚えてたらもし言ってほしいんですけど、うん、お二人がなんかおじいちゃんの役やっててよく知ってるね。コントですかねあれ、うんうんうん、すごいなんかどういうやつでしたっけあれさ、おじいちゃん二人ともおじいちゃんになっているのに、はい、コントの名前が公園だわけ。あそうでした、なんかそんな感じでしたそこからも面白いわけよまあ、公園で実際にね起きている、まあ、おじいちゃんたちの会話を、まあ、ネタとしてコントにしてるんだけど、うん、タイトルもシュールいや意外と気づかないもんですねそこで。確かに確かに、ここそうですね、ここすごいなって思ったんですけど、うん、
よくご存知で。やっぱ和牛さんといえばね、すごいもう漫才、うんうん、ザ漫才師ね。さっきも若菜さんがおっしゃっていたように、もう漫才にすごいもう特化した、うん、ま、あのお二人っていうイメージが強いから、はい、コントっていうとね、うん、あんまりね、うん、あんまイメージはないです。でも和牛さんの知ってるコントはそれだけなんですけど、面白いよね。面白いですね。これを知っているっていう方もあんまりいないから、すごい嬉しい。いや嬉しいです。もう話せて。そうか、そう、あれもお二人のやっぱりなんか演技力というか、うん、役の入りようがすごい幅広くいろんなものを演じられるんだなっていうのが面白いし、二、うん、人の漫才がすごいって言われてるのが伏線回収とか。あ、確かに。そうすごい、そういう見方もできますね。そうなんですよ。そのコントでもそういった一面が見られたりとか、うん、コントだけど和牛さんの漫才ですごい生かされたものがしっかりコントにも味が出てるみたいな、それがすごいありますね。面白い。コアですね。若菜さんもなかなかコア。そうですか、はい、面白い。ありがとうございます。話聞いててすごいテンション上がってきます。私もテンション上がります。いや、ぜひインターン終わって、はい、落ち着いた時にまた、はい、いろいろ、まあ、もちろんお好きな芸人さんたちもいらっしゃると思うので、うん、はい、それにプラスアルファで、うん、和牛さんも改めて見ていただきたいなって、見たくなりました。勝手ながら思います。いや、もうあっという間にさ、早い、そ、ね、早い、30分、そろそろ経とうとしているんですけど、若菜さんは、まあ、さっきちょっと話最初に戻ってしまうんですけど、はい、出身は大阪、はい、はい、ということなんですが、実は一時期なんと愛媛県にも、あ、そうですね、6年ちょっと7年ぐらい愛媛に。結構でも長いね。そうですね。そっか、だから私さ本当にすごいなと思って、この牛ラジにぴったりだなと思って。いや、ね、というのも水田くんが、そうですね、ボケの水田くんが、まあ、愛媛県出身で、うん、愛媛県の、まあ、あの伊予だったり、はい、リアル大使としても活躍されていて、はい、疲れたら愛媛なんていう歌も出しちゃったりとか、うん、はい、若菜さんもこの歌、あ、大好きです。もうずっとリピートして聴いてる時はありました。そうなんだ。え、それを愛媛で、はい、いる時に、はい、いいな。実際にその土地でね、うん、その疲れたら愛媛を聞くっていうのはまた自分にとってはちょっと特別感あるなっていう感じが。確かにそうかもしれないです、うんうん、この番組のねオープニング曲にも、うんうんうん、はい、させていただいている歌なので、うん、そこもすごい私嬉しかったんですけど、うん、カラオケとか一人カラオケよく行くんですけど、ひたすら歌わずにこの PV だけ流して眺めるっていう。いや、いいですね、あの PV。 本当にお二人らしさがめちゃくちゃ出てる、うんうん、さあね、うんうん、川西さんもしっかり OL さん役をうんうん、うん、されているし、なんか水田くんのあの疲れ神だっけ、うん、疲れ、お疲れ神、お疲れ神か、うん、もうなんか水田くんの普段のちょいネチネチキャラが、わかります、わかります。めっちゃ出ているような感じがして好きなんですけど、うん、あ、いいですよね、うん、もう疲れたら愛媛もそうですし、うん、愛媛であの A4 ランクに召し上がれ、はい、放送されてたんですよ。今もされてるのかな、ちょっとされてますか、うん、それを愛媛にいる時は見てました、うんうん、いいな。沖縄ではねちょっと放送されないので、うん、もう和牛さんファン の, あの皆さんのツイッターとかで情報を得ることしかできなかったんですけど、めっちゃ羨ましいです。いや、でもDVD も買ってらっしゃるんですよね、うん、そうなんですよ。まあ、いただき物ではあるんですけど、はい、そう、もうその DVD をですねまだちょっとしか見れてないので、うん、本当に時間作って和牛サンデーとして堪能したいと、うん、T シャツも、グッズの T シャツも着て
若菜さんグッズも持ってるってね。あ、そうです、 A4 ラックに召し上がれの、うん、青いバージョン持ってるんですけど、はいはいはい、小春さんはピンクの持ってるんですよね。もう色違うそれをね着て2人で収録したらより楽しかったんだろうなって妄想も膨らむんですけど、うん、ちなみにちょっともう勝手ながら恐縮ながらなんですが、はい、若菜さんが思う、はい、あのなんか和牛さんの魅力というか、なんかそういうとこちょっと聞いていいですか。あ、なんか私が言うのもすごくおこがましいんですけど、いやいやいや、え、うん、いっぱいあるんで、うん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 、なんかもう全部ひっくるめてかっこいい、うん、あーやっぱりそうだよね、わ、うん、かります、ビジュアルとかだけじゃなくて、もう漫才に対する姿勢とか、うんうん、かっこいいなって思います。私もそう思います、うん、なんか生き方としても結構参考にっていう言い方はちょっとあれなんですけど、うん、こんな生き方してみたいなって思えるような2人だなって、私ももうかっこいい2人とも本当にビジュアルすごいかっこいい方たちなので、うん、そこももちろん好きですし、もちろん漫才もね、うん、めちゃくちゃ面白いのいっぱいあるからそこももちろん好きなんですけど、もうもはやもうお二人の姿勢とか、うん、生き方とか考え方、うん、もうすごいリスペクト、うん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 、尊敬できる部分もたくさんあるお二人だなってちょっと思いながら、そうですよね、応援させていただいてます。若菜さん、あの和牛さんの漫才は生で見たことは、いや、それはまだないんですよ。そっか、何かの機会があって、うん、見たらぜひご報告ください、うん、はい、お二人結構なんかこの舞台とかでは、まあ、もちろんきっちりされていることはされてるんですけど、はい、たまにこうアドリブが入ったりとかちょっと崩す部分もあったりするらしくて、ちょっとここ変えてるなって思いながら見たいですね、ぜひぜひぜひそれをまた私にレポート、はい、していただけると嬉しいです。はい、します、ありがとうございます、ありがとうございます。いやめっちゃあっという間でしたね。もう牛ラジもそろそろちょっとエンディングのお時間なんですが、はい、もう若菜さんの好きな芸人さんの話がちょろっとした、いやもう牛ラジなんでそれはそれはそれはすいません、特別バージョンでいろんなお笑いの話を幅広くやりたいなって思ってたんですけど、うん、もう勝手ながらいや楽しかったです、本当にずっと、ありがとうございます。なんかいろいろ共感できる部分がたくさんあって、うん、もう若菜さんもっといてほしいもっと喋りたいです嬉しい、たまに牛ラジで、はい、あの電話つなぎとかでぜひゲスト出演していただきたい。でもリスナーさんと小春さんが良ければ、はい、いやもう みんなもう大歓迎だと思うのでいやそれはもう嬉しいです、はい、また来ていただきたいなと思います、まあ、せっかく牛ラジにもこうなってあの来ていただいたので最後にですね、はい、あの若菜さんからなんだろう、はい、一言というか何か、はい何でもいいので、いやもう牛ラジ出れて、うん、とても楽しかったですもう大丈夫大丈夫、無理やりなんか言わされてる感ない今ずっと楽しかったです。本当ですか、なんかもっと喋りたいなって思ってますそう思ってもらえて嬉しいです。とってもいや本当にもう実際にやっぱ大阪の方とお笑いの話をするっていう機会ってなかなかないので、めちゃくちゃもう本物からお話を聞けて、全然全然そんな本物でも何でもないです嬉しかったし、終始やっぱり大阪のイントネーションいいな、可愛いな、羨ましいなって思いながら話しさせていただきました。もう若菜さんにとってそれが当たり前だからやっぱり感じないと思うけど羨ましいですはい、ということでもうこの番組が放送されている頃には若菜さんは大阪の方に戻っていらっしゃると思うんですけれども、はい、本当にもう長い期間 FM 紀の湾に来ていただいて、
そしてお笑いの話まで一緒にしていただいて、ありがとうございます。盛り上げてくれてありがとうございました。ありがとうございます。ぜひまた大阪じゃなくて沖縄に、はい、来ていただきたい。その時にはまた FM ギノワに遊びに来てもらって、はい、行きます。ギラジにもまた出場してください。出演よければお願いします。お願いします。はい、ということで、今日はですね、特別ゲストインターンシップ生で、はい、大阪の羽衣国際大学から来ていただいている若菜さんがゲストさんでした。はい、若菜さんありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後1時30分からは和牛のモーモーラジオ文化放送さんで聞けますので、ぜひ皆さんそちらもよろしくお願いいたします。バイバイ。